なんじゃその焦った顔は。もしやまたわらわに頼み事でもしに来たのか。何時じゃからよかったものの、もし他のものじゃったら笑顔で迎え入れはしていなかったじゃろうな。笑顔でっていつもニヤニヤしてるだろ。さっきのは上等句じゃ。そうわらわにケチをつけるでない。そうか、なるほど。 A は稲妻を人間に託し、自ら一人でいつ終わるかもわからぬ戦いをしていると。頑固で極端、自身の意志だけで行動し、わずかにでも力が足りなければ目的を達成できぬ。確かにあやつのやり方じゃ。じゃがあやつは今までずっとあんな風にしてきたんじゃ。一体何の心配をしておるのじゃ。焦っておるか。それもそうじゃな。兵は時に子供じみたところがある。それでわらわが手伝えると思ったのか。そのようなこと誰から聞いたのじゃ。とぼけてるんだよな。わざとからかってるんだよな。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。じゃが残念ながら今回のは本音じゃよ。ライデン・マコトの意識空間についてわらわはほとんど知らぬ。わらわが知っておるのはあれが信用の根本であり、 A の一心浄土とは少々異なるということだけじゃ。それってライデン・マコトがいなくなったからか。完全にそういうわけでもない。空間そのものの性質にも違いがある。じゃがわらわの机上の空論よりも直接訪れた何時らの方が感じ取れたのではないか。ともかくこれらは全て説明するのも面倒な些細な点じゃ。まずはその空間の入り口に向かうぞ。方法はあるにはある。少し姑息ではあるがのう。意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものじゃ。じゃがわらわはちょうど A の眷属、多かれ少なかれあやつの居所を感知できる。言い換えればその場所が空間のどの位置にあるか具体的にはわからぬが、何時を A のもとに送ることはできるということじゃ。抽象的位置、何言ってるんだよ。理解しなくてもよい。もっと簡単に言うと、今のあやつの周りにある全てのものは混沌に包まれておる。乱流のように無秩序。無理に入れば荒波に飲まれ、時間と空間の中に迷い込んでしまうじゃろう。だからこそ一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す方法が一番安全なんじゃ。やめとくよ。お前たちは行ってきてくれ。まあ行かなくてもよいじゃろう。最悪 A を失うだけじゃろうしな。決意は固まったようじゃな。では何時らを送るとしよう。これは、いや何でもない。この乱れた感じ、わらわの考えを裏付けておると思っただけじゃ。そうじゃ、空間に入るときは何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。抽象空間の巨大な波に飲まれないためには自らの意識を一定まで高める必要がある。意識を強く保ってこそわらわは何時を最も適した位置へと送れるんじゃ。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。何時の最後の保険としてな。わらわの神何時に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。ミコを信頼していいんだよな。さあ行ってくるがよい。何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそわらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ。あなたたち一体どうやって再びここへ。それにどうして姿が昔と同じままなのですか。この戦い実に懐かしい。今のあなたの意志はまるで永遠に関する規則を定めた時と同じように固いのですね。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、一片の迷いもありませんでした。たとえ、私が永遠におけるすべての敵を目の前に示しても、あなたは動じなかったでしょう。それほどまでに規則に従おうとする意志、称賛に値します。あなたこそ、まさに永遠の守護者の名にふさわしいもの。彼女たちがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。ではこの決戦をもって私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。雌雄を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどに。雌雄を決するに使わんとする力は、大会を覆し天を滅ぼすほどの雌雄を決定に求めし意志心よ、無双を転覆せし。しかしあなたは今なお存在し、私は永遠に存在し裁きの雷グロンドコ逃げ道はありません。千裁きの雷今死ぬ。邪魔者の粛清を、逃げ道はありません。よっはっそこ断絶、ここより弱滅の時はっストップ、邪魔者を断ち切りなさい。はっ裁きの雷はっそこはっよっひゅっ見切りました。グロンの差し出しを決して壊れない、滅することもありません。裁きの雷稲光、すなわち永遠ないはあります。グロンですよっ。ここまでです。あなたの勝ちを認めます。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、私の思い違いだったようです。あなたの魂を軽視していました。永遠に摩耗することのない意志は結局のところ未来を抱けないのですね。あなたは未来の心配をする必要も、一人で前に進む必要もありません。あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人の力ではこの決闘の敗者は私だったでしょう。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。私が背負いし者は天候へと向けられた幾千もの眼差し、それを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのです。まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ鼓舞しているかのように私も感じていました。先の戦いの中、それは確かに新しい力を放っていたこと、その力は私の認識をも超えたものです。これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみ、この刀は全力で応えてくれるのかもしれません。無双の一心を強く握りしめると、彼女と一緒に戦っている感覚になります。馴染みがあるのにそれを知らない感覚、一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように。認めましょう。あなたのその新たな意志は摩耗によって生まれたものではない。もうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありません。これからもこの身はあなたの協力者です。もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す存在でした。しかし今日からはあなたが私です。誠はただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした。私も決してあなたを道具とは見なしません。本当に変わったようですね。これが人間のよく言う成長というものでしょうか。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として今後もこのような戦いの機会があることを期待しています。勝負そのものについてはまだ不服とそういうことですか？いいえ、ただ今までに感じたことのない新しい感覚だったからです。もう戦いは終わったのか？これで本当に全部終わったんだよな。こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者たち、私はライデン・マコト。かつて責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちにあまたの厄介事を残してしまったマコト。私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまでたどり着けると信じてた。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮した瞬間、私が現れるようにね。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず、何も聞き入れようとしなかったからよ。ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこのような形であなたを待つことにしたの。どうか許して。しかしそんなこと私には一度も。全てが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、ずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわ。あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのに。あの時カーンルイヤで起こることが分かっていたのですか？ええ、多少ね。どの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなのか、そしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけど、それでも私は知っているわ。あなたはきっと幾度となく涙をこぼしそうになりながら、とても険しい道を歩いてきた。幾度となど私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛を和らげるためにね。これを受け取って、私の最後の意識が消失する前に。でも最も重要な一歩はあなた自身の手でね。光が種になった。民を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。永遠は時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の禁錮から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど私は稲妻の未来を見届けることもあなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？レイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね。レイ。あっ。さようなら、誠。現在の映画自らの意識空間に信用を植え、それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられぬ、実に奇怪な話じゃ。これらは全て誠の力です。永遠に関して彼女の理解は私より深いものでした。永遠は時間と密接に結びついた概念です。永遠に触れれば時間の概念が曖昧になります。時間そのものに意味はなく、条理によって解釈することも不可能。なるほど、これこそがわらわの感じた乱流じゃったわけか。もしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのはそれが原因だったのやもしれぬな。じゃがあの乱れた感覚はもう消えておる。まだ私も完全には理解できていません。ただ全ての根源があの種であると私の直感が伝えています。わらわはそうは思わぬ。誠の力であればもしかすると。あなたが何を考えているのかは分かります。確かに誠はより高度な力を有していたかもしれません。ですが何がどうあれ、彼女のこの方法は最後の最後で私たち全てのものを守ったのです。もし信仰がなければ稲妻は何百年も前に災いと穢れによって飲み込まれていたかもしれません。汝が信用に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。じゃがわらわから言わせれば信用はずっと存在していたんじゃ。昔汝はこの信用が誠の意識空間とつながっていることをわらわに証明しようとしたが、残念ながらうまくいかなかった。ええ、ですが今わかりました。あの時はまだ信用が植えられていなかったのです。でもあの木、今の姿とは全然違うと思うぞ。信用はわらわの縄張りに植えられたものじゃ。当然わらわの好みに合わせて剪定しておるに決まっておろう。おい、そんな勝手にやっていいのか。冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた。狐が精魂込めて世話してきたおかげで今の形となったのじゃ。わらわと完全に無関係というわけでもないぞ。汝らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのに内部の戦いはすでに何百年も続いておった。わらわが思うに旅人汝はわらわの言いつけ通り自身の願いを心の中で念じておったのではないか。あの時わらわは A の居所を感知しておったが、同時に内部の時間の異常にも気づいておった。もし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるならば、位置のみを知っているだけでは不十分。じゃが幸い、汝らの強い意志によってその乱流は全ての願いが収束する時間の交差点、最も大きな可能性を秘めたあの瞬間へと汝らを連れて行った。乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、 A を助けられたのは皆の努力があったからじゃ。今回は汝らに礼を言わねばならぬ。もしかしてオイラたちがあの決戦に立ち会えたのは偶然じゃなくて必然だったのか。私はもともと空間の外と内で時間の流れが一致していると思っていました。ですので旅人さんが再び現れた時、とても驚いたのです。あの瞬間、私が真っ先に思ったのは、もしや稲妻に大きな災いが起きたのではないかというものでした。しかしあなたが来たのは私を助けるためだった。あなたが来たことで私は最良の結末を迎えられました。お二人ともありがとうございます。私のためにしてくださった数々のこと、しかと心に刻んでおきます。えい、大丈夫じゃったか。体はすでに回復しています。将軍の意志ももう私と抗うことはありません。体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわは気持ちが落ち着いたかどうかが知りたいんじゃ。誠の意識にあったのじゃろ。ただ彼女の声を聞いただけで、あってはいません。大丈夫です。少し懐かしいと思っただけなので、私はもう前へ進むと決めています。しかし今回のことで確信しました。誠は本当にすごいですね。彼女はあの時すでに稲妻の未来に起こる数々のことを予想していました。何より私の未熟さも全て彼女の計算に入っていました。稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげです。私はただ種を一つ植えただけです。そうだぞ、エイは自分の力で誠の前に戻ったんだから、それだけですごいぜ。ありがとうございます。今日ようやく汝と稲妻は何百年も続く影から完全に抜け出せたようじゃな。誠と汝は稲妻にとって不可欠な過去と未来。あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは珍しいこともあるのですね。なんじゃ、これも全部昔の汝が聞く耳を持たなかったからじゃろ。誠と同じこと言ってるな。ほう、なら将軍の位にわらわが2日ほど座っても良いのではないか。いや、そんな面倒なこと、やはりごめんじゃな。冗談はここまでにしましょう。私はこれから数多くのことをやらなければなりません。将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理し、未来について考えます。そして鎖国を解除します。本当か？それって大変なことなんじゃないか。私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしません。であればこの国を封鎖する必要もないでしょう。きっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになります。それについて私もとても期待しています。